2021年3月30日ですね。今新潟県妙高市に来てます、真正面に見えてるのが妙高山ですね。妙高山にちょこっとね、ちょこっとこの山のくぼみのところに月がね見えてるんですよ。あー、ちょっとだけ、さっきまでもうちょっとよく見えたんだけど、ここ左側は妙高少年自然の家ですね。今日はね、今朝5時半、5時半朝早いんだけど、秘湯温泉巡りということでですね、ついね先日、ここほんと最近何日だったか、先週、いやほんの何日か前なんだけど、燕温泉っていうね、秘湯中の秘湯と言われてる、まあ結構有名なんだけど、燕温泉のね露天風呂がね、2箇所あるんですけど、その2箇所のうちの片っぽ、黄金の湯っていう方ですね。黄金の湯っていうのと河原の湯っていうのと、いや、まあ、厳密に言うともう1個あるのか、山の方に3つあるのかな、ちょっとそのもう1つは行ったことがないんだけど、その黄金の湯の方がね、オープンしたっていうんで、まあ多分地元の人たちがね、こう雪を除雪して、でそれで、まあ、無理やり行けるようにして、無理やりというか行けるようにしてくれたんだと思うんだけど、そちらの方にね今日は、久々に、2021年夏ですね、行ってみたいと思います。こうやっぱ撮影したいんでね、こういう時間じゃないと多分ああやって新聞とかにも多分出たみたいなんで、もしかしたら、まあ、今日火曜日なんだけど、意外と人がいるかもしれないと思ったんで、早い時間に行ってみたいと思います。すごいね、左右雪が今年はたくさん降ったからね、豪雪の年だったみたいですね。今3月3、まあ普通ぐらいなのかな、これぐらいが3月の終わりぐらいだと、まあ、全然ない年も去年みたいにね、去年は3月30日なんてもう雪なんか全然なかったのかもしれないけど、今年はまだこれだけありますね。結構まだ多いのかもしれないな、これ雪。あー、山が綺麗ですね。だからまだ山菜とか、本当はね山菜とかもね取りに行ったりもしたいんだけど、今年はこれまだ全然ダメですね、おそらく。ここは左右ゴルフ場ですね。当分営業できないじゃないかな。この辺はね、本当周りが杉の木だらけなんで、やっぱりちょっと花粉症の人にはね、僕みたいにちょっときついものがありますね。もう声が全然いつもの声じゃないですよね。いや、すごい相当な量の花粉が、杉花粉が、まあ、見えないけど飛んでるんだと思います。もうすごい鼻が詰まるし、もう目はしょぼしょぼするし、まあ、これからね温泉でこの花粉なんかをね、ズザッと流してこようかなと思っております。はい、ここがですね、まずこう18号線からずっと山の方に上がってきて、一つ目の温泉街ですね、関温泉、源泉 100% かけ流し。ここからね、旅館のこう旅館がたくさんあるところ、温泉街ですね、ここから温泉街が始まるんですけれども、すごいこのなんか左右に看板、こう小さいね街灯と看板が、各旅館のね名前が書いた看板があって、これ新しいですね、今までなかったんじゃないかな。まあ、ここら辺のね旅館ほとんど僕は入ったことがあります。ほとんど入ったな。この小松屋とグリーンビラだけちょっと中村屋入ったことないねないな、まあ結構ねいい温泉街ですね。そしてここはとりあえず通り過ぎて、さらに上へと登っていきます。妙高トンネルやります。
出たとこ、まあ、なかなかのこれもね絶景というかなんていうかなんかすごいなって思うすごいなってちょっとなんかあの漠然とした表現になっちゃうんだけど、このねこれ長大のり弁って呼ばれてるんだけど、うわこれは本当相変わらずなんだなと思うね。やっぱり雪が多い感じするな。ここはもうほら一直線になっちゃってる感じ。こんなところに無造作にこのねタイヤショベルが置いてあるっていう。はい、雪崩注意って書いてありますね。まあ構造上まあ雪崩起きますよねこれね。起きて普通だと思う感じ。すごいね、大自然の中に来た感じはするね本当に。まだ雪がこれだけあるからね。1メートルぐらいは全然あるね。もうちょっとあるかな。はい、こちらが燕温泉到着ですね。まあもうちょっと先なんだけども、それ燕温泉って書いてあるの分かりますかね。妙高戸隠連山国立公園ですね。秘境燕温泉って書いてあります。わあすごいね、絶景ですね本当に。あ、車は全然いない感じかな。でも温泉、あ、いやいやこれ行けないんだね。行けないのか。あ、行けるのか。行けた。わあすごいねこれね。雪崩が来てもいいようにこうなんかこう雪で堤防を作ってる感じですね。すごい。いやそれでも久しぶりに行きましたね。秘湯温泉楽しみですね。まだぬるいのかもしれないね。あ、道後の湯オープンなんて書いてありましたね。うわーすごい。うわーこれすごいな、すごいとこだな本当に。はい到着。ここからは歩いていきますよ。まだねちょっと上まで行けるんだろうけど、あえてここはね徒歩で行こうと思います。もうすぐなんでね。うわー今日はいい天気ですね。ここホテル花文さんですね。向かい側は、カラフト館ですね。手打ちそば、お風呂も入れる。ここね結構な上り坂を登っていきますよ。うわめちゃくちゃいい天気になりそうだね今日ね。今5時半ちょい過ぎですね朝人が入ってないといいんだけどな。人が入ってるとさすがにね撮影できないですからね。ここ浮いた感じ。これ左側も右側がこう温泉なんていうの旅館が立ち並ぶじゃないですか。実は左側も全部旅館だったんですよ。いつなくなっちゃったのかねちょっとわかんないんですけど、僕もね、ここはね最近ここ最近の何年かはね毎年来てるんだけど、それまではねほんと20年ぐらい来てなかったから、その間に亡くなっちゃいましたね。え素敵な旅館があったんですよたくさん。はい、ここが岩戸屋さんね。えここ隣が有村屋さん。わあ全然左側の旅館がみんななくなっちゃったのはびっくりですね。お土産とかね、お食事とかできる大日屋さん。
久しぶりに来たことは久しぶりに来たな。はい、これうわ、こんな雪の中を歩いていくんだ。いやーマジか。クロックス、無理もしかして。あ、でも雪が硬いから意外といけるかも。いやこれクロックスダメか。長靴で来ようか。さすがに厳しいね。長靴にします。車の中にあるから。はい、これ釣りに行く時のスパイク、スパイクシューズ、スパイク長靴、これしかない。これぐらいがでもちょうどいいよね多分ね。行きます。はい、気を取り直して。あ、いいね、長靴なら。これしかもスパイク完璧です。結構なね上り坂を登っていきます。すごいね、やっぱ俺この辺とかも除雪してあるのかな、あるのかなと勝手に思っちゃってたから、ちょっとクロックスなんかで来ちゃったけど、いや全然雪あるんだね、びっくりです。でも雪は硬くて全然埋まらない。よいしょ。結構大変ですよこれ。すごい息が切れるし、標高が高いせいもあるんだろうけど、ここにはなんかなんて言うんだっけこれ、なんか神様だって。これすごい景色が、うわーすごいですね。もうなんか表現しようがないなこれ。うわー朝日、いやーあれが温泉街ね、今来た。超綺麗ですよ。うわー5時に来てよかった。よし風呂目指しますね。いいね、すごく。お、ここさえ越えれば、あそこもほら、地面が出てますよ。あ、多分、そうだね。温泉の、廃油、はい、廃油っていうかその、排水で、雪を溶かす感じの、システムですね。システムというか、あ、これね、ほら融雪実験中ですね。へえ、でも実験うまくいってんじゃないですかこれ。こんなに溶けてればすごい。考えられてますね。ねえ、さっきのところまで全部こうなってると本当最高ですね。ねえ。わあ、これはありがたいですね。歩きやすい。雪崩とか来ねえろ。怖いな。ちょっとね。ただこうやって雪がね、ガチガチにし、こう、夜は冷えてるからね。まだ明け方だから。これ、日中に暖かくなって、緩んできた時が危ないですよ。だから朝っぱらとかこういう時間はね、基本的に多分雪崩は起きない。まあそういう、まあ僕の見解です。あ、人はいないと思うんだよな、さすがに朝5時半。温泉街も割とね、今日火曜日お客さんも少なそうだったからいないと思うんだよな。いたらびっくりするね。いたらカメラ止めなきゃだね。よし、うわ、ここからまだ結構の上り坂。よし、
本当に入れんのこれ。めっちゃ埋まってるっぽいんだけど。だって原型わかんない。ここのはずだよ。ここのはずなんだけど、ほぼわかんない。無理やりちょこっと入れる感じなのかな。ちょっとまだわからないですよ、どうなってんのか。こういう女湯仕方ないんですよ。あの丸見え、丸見えです。だって雪の今の自分の高さがこんなとこなんだもん。見えちゃう絶対ね。まあ私こっち男湯入りますね。誰も人はいなかった。これすごいですね、雪がね。これ多分何メートルもあるんじゃないかな。そしてあれ三代子さんですね。なので月が出てる時間に来たかったね。もうちょっと早く。すげえ綺麗だったんですよ月。ちょうどねあの辺りにこう来るとき途中で見えてたんですよ月が。満月。すごいすごい坂を降りますこれ。わあ半端ない半端ないです。はいこちら。どうだろう、あったかいのかな本当に。すげえぬるいとか言ったらちょっと、あーあったかい、あー暖かいっすよ。へえ、入っちゃおうか人が来ないうちに。多分そうそう来ないと思うけど。いいですね。朝風呂、朝にこの天然というかもうこの天然じゃないけどこの露天風呂にね入って一人でこうねゆっくり浸かれるっていうのはこれ最高にいいですね。これ若干ね若干ぬるいっちゃぬるいのかな。いやでも思ったより全然はい。これ結構暖かいな、いい感じです。おーすごい最高ですね。ちょっとやっぱり目がおかしいけどね、やっぱりその花粉のせいで。もうねこの時期はね人相が変わる。もう本当に花粉症相当ひどいんでね、結構参ってます。わーでもあったかい。そしてそうだね、多分40度ぐらいじゃないかな、それかそれ以下。うん、ここから出てるのはねすごいあったか、暑いぐらい。これは暑いぐらいだね。でもすごい気持ちいい、暑いけど。わーいいですね、雪に囲まれたお風呂、そして誰もいない。よかった朝早く来てね。ちょっとねずらっといたらちょっとねこういうこともできないじゃないですか。ね、あー最高でしたね。うわー来てよかった、最高ですよなかなか。うん、これね結構長く入ってないと寒いですまあやっぱ若干ぬるいんだね、やっぱりね。うん。こう夏に来た時はもうちょっと暖かかったな。もうちょっと暑かったけど。まあ今はこれ、ちょっと長めに入ってないと、出るとき寒いかなって感じです。
でも最高に気持ちいいですね。最高です。超気持ちいい。雪がとにかくすごいですね。間近でなんかこれ緑っぽい感じなんだよね。この硫黄の成分なんだろうけど、脱衣所。あーすごい。いやーいいですね。いやーちょっと上がるときぬるい感じはあったけど、まあでもなんか体拭いたらもう全然ポッカポカですね。でね、これね一応無料なんですけど、まあこれここをね、開けたり除雪したりね、いろいろ大変な思いをされてね、やってくれてる方々、温泉組合の方々ねいますんでね、有志で金額取ります、取りませんのでね、あれです、ここにねお賽銭、お賽銭中となんかだけど、はい、500円、まあ、ちょっともうちょっと入れたいぐらいなんだけど、とてもいいお風呂だからね、入れてきます。はい、いやー温泉よかった、これ最高ですよ本当に。ありがとうございました。車に戻ります。すごい、しかしすごい、この雪のね坂を登らないといけないです。とりあえず転びそう。スパイク履いてきてよかったな。ちょっと忘れ物ないか、もう一回チェック。大丈夫ですね。はい、戻ります。これね、横山その方にねちょこっと行くとね、総滝だったかな、なんか滝が見えるんだけど、ちょっとねちょっとしんどいな、雪崩起きても悪いから今日はやめとこうかな。いやー、ここはねかつてスキー場だったんですよ。もうどれぐらいかな、10年以上前にはもうなくなっちゃってるんだけど、なかなかね、結構マニア向けのスキー場だったかな。はい、結局ね滝まで見に来ました。まあ、ちょっと上がったとこなんですけどね、あれ総滝っていうんだったかな、ちょっと名前いまいち忘れちゃったけど、せっかくねやっぱり今の時期は滝のあの水量が多いですよ。やっぱ雪解けのシーズンなんでね、だからね夏場なんかはねあんなに勢いよく多分出てないと思います。多分春だから山の雪が溶けて水になって、ああやって勢いよくね、結構な勢いで流れてるからね。これだとちょっと音声遠いかな。あーすごい、なかなかね、この時期はね、まあ、あそこはもともとね普段でも滝なんだけど、多分ほらああいったところ、どこだ、あっちなんかもねそれなりに滝っぽくなってるけど、こうやって雪解けのシーズンはね、ああいったなんかも普段はなんていうの関係ないところまでやっぱり水が流れていく感じになりますね。春先はすごい絶景ですね。そして結構あんまり先まで行くと怖いけどね、雪崩とかで自分まで落っこっちゃうかなって感じになっちゃうからね。あそこ見えるかな、吊り橋、あの河原の湯に行く時の吊り橋がねここから見えてます。あそこ6月までね、6月まで行けないらしいんでね、ちょっと寂しいですけど、また6月になったらね河原の湯の方もね行ってみようと思います。これほんとずっと見てられますよ。すごい大自然って感じですね。すごい圧倒されます。わーすごいね、なかなか素晴らしいとこですよ、お風呂入りながら見れたらもっといいんだけど、なかなか、でもね雪を見ながらお風呂入るのもかなりいいですよ。はい、妙高山をバックに、はい、雪の山を下ります。結構な急な坂なんですよこれ、実はあんまり分かんないかもしれないけど、いや、やっぱりこんなにたくさんあるんだね雪が。もうあの麓の方のね関山という町なんだけど、そっちの方はもう全然雪が、まあ、ほとんどないからね、ちょっと想像できなかったんだけど、ね、
ここはね、越後ときめき鉄道の関山という駅からですね、まあ、あの車、まあ、タクシーだとまあ20分ぐらいで着くかな、20分ぐらいで着くとは思うんだけど、結構多分高いなまあ10キロぐらいですね、多分ね、距離は10キロぐらいだと思う。いくらぐらいかかるかちょっとわかんないけど、でもね、あのバスみたいなのも小型のね、なんて言うんだろう、バンみたいなちっちゃいバス、そういうのもね多分出てたと思います。で、燕温泉まで来るとね、もう歩いてこの、黄金の湯までは全然来れるんで、すごくいいと思います雪のある時期に。まあこれね、多分5月とかになってもこれあるんじゃないかな、この雪相当な量ですよ、これもう変わらない、全然1メートル以上あるからね、全然。いやー、なかなかでも、露天風呂とても良かったです、ね、何度も放送してるんだけどこれ、はい、何本目かなこれ分かんないですけど、はい、まあ今は2021年3月の終わりですね。3月30日、お風呂入れました、はい、それでは、下界に戻ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。